55年体制とは、日本において、与党第一党は自由民主党が締め政権を維持し、野党第一党は日本社会党が占めていた体制。1955年にこの構図が成立したためこう、呼ばれる。書質は、政治学者の増見淳之介んのすけが1964年に発表した論文、1955年の政治体制である。 連合国軍最高司令官総司令部による占領下の日本において GHQ 司令により無産政党が合法化される一方同時に保守政党が乱立する事態が発生した一方で日本社会党は1951年に講和条約と日米安全保障条約に対する態度の違いから右派社会党左派社会党に分裂していたが 保守政権による逆コースや改憲に対抗するために、保権と反安保を掲げて1955年に社会党再統一が行われた。この日本社会党の統一に危機感を覚えた財界からの要請で、それまで存在した日本民主党と自由党が保守、合同して自由民主党が誕生し、保守政党が第一政党となった。 見かけ上は二大政党制となり広く歓迎されたが、基本的な議席の割合は、自民党に、三、社会党一、三であり、二大政党制の長所であるはずの政権交代円かつかに資することはなかった。自民党は、改憲、保守、安保文字を、日本社会党は、国憲、革新、反安保を、それぞれ評判した。 1955年当時の世界情勢は、アメリカ合衆国と、ソビエト連邦が主導する冷戦の真っただ中であり、55年、体制も、冷戦という国際社会に合わせた、いわば代理戦争としての日本国内の政治構造で、あると指摘する意見がある。衆議院における二大政党の得票率、議席戦有率自由民主党は押し付け憲法論を、主張、自主憲法制定を当然に定めた。 1958年の総選挙では互いに過半数に上る候補を立て、真っ向から争った。投票率76.99%は、男女普通選挙になってからでは最高の記録であり、二大政党制への国民の関心の高まりを示したものと言えた。その結果、定数467で、自由民主党287議席、日本社会党166、 議席となり、二大政党の公認候補だけで全体の97%の議席を占めた。これは、総選挙最高峰の記録である。しかし、議席数は追加公認を含めると、自由民主党が一議席を減らしただけの圧勝であり、日本社会党は七議席を増やしたものの、5県に必要な三分の一の議席を確保したに止まった。このように、二大政党制といっても、 国会の議席数では自由民主党と日本社会党の勢力比は2、1であった。そのため、1と2分の1正当性とも呼ばれる。この保守と革新の2、1の比率は、保守分裂のため社会党が第一党になった1947年の総選挙の時点ですでに現れていた。55年体制は、自由民主党から日本社会党への 政権交代が実現できない一方、保守政党は国会で憲法改正のための3分の2以上の議席を確保できなかったことから政権交代と憲法改正のない体制とされる。戦後しばらくは、いわゆる諸派、ミニ政党がしばしば議席を獲得していた。しかし十五年体制が久しくなると参議院で一時的にミニ政党が進出した時期もあるが、 衆議院で議席を獲得することはほとんどなくなった。初代自民党総裁は、日本民主党の総裁であった、当人、鳩山一郎が務めたが、後継の石橋丹山が、脳拘束により退陣すると、官僚機構の扱いを心得ている、商工省出身の岸信介や吉田学校の池田、早と佐藤栄桜官僚派が、トップの座を占めるようになった。 これに対して資金集めなどで党に貢献しているにもかかわらず、総裁を排出できない党人派の不平不満が高まり、中選挙区での保守票の争奪と相まって、党内では激しい派閥抗争が行われることとなった。1960年代に入ると国民に新憲法が定着し、自由民主党の議員も会見にはこだわらない議員が主流となった。 憲法調査会が終了したのもその流れであった。こうして、保守本流と呼ばれる議員たちを中心に、安全保障をアメリカに依存し、国防費の分を経済政策に充てる、警部総路線を基盤とした政策が取られることになった。五権と反安保を掲げる日本社会党にとっては、対抗相手の影が薄くなることにつながった。国民も、 安保体制を受け入れ始めた1960年代にあって日本社会党はイタリア共産党に橋を発する構造改革論を導入し対応しようとしたが議会政治より社会主義革命を優先する左派によって葬られたその後は左派主導のもと互憲と反安保にこだわり続けることで支持基盤を失っていったその上日本社会党は支持基盤を 労働組合に絞るようになり、1960年代末以降、総選挙のたびに公認候補者を減らす消極策を取るようになった。こうして日本社会党は政権獲得の意欲を失い、選挙のたびごとに勢力を衰退させ、長期低落傾向と呼ばれるようになる。さらに野党勢力は、その後、社会党の分派が独立して民社党となり、 公明党が結成され、日本共産党の新調が起こり、一党で自由民主党に対抗できる政党は解無となった。こうして1975年に成立した構図は、75年体制とも呼ばれる。自由民主党の勢力は陰りを見せ始めたが、日本社会党も補調を合わせるかのように議席を減らした。自由民主党は議席数で、 前言傾向を示しつつも第一党、政権与党の座は維持し続けたが、長期政権下で汚職が続発し、政治不信を招き始めた。さらに、派閥間の勢力均衡が田中角栄によって崩され、自由民主党自体が混乱していった。1983年の総選挙では自民党が敗北し、 新自由クラブと連立政権を組むが、1986年の総選挙で自民党が勝利し、再び自民党単独政権となり統制は一時的に回復した。しかし、1989年から1992年にかけての世界規模での冷戦体制の崩壊と並行してバブル崩壊とそれに伴う経済不振に、なおやまない。 政治不信が自由民主党の支持を低落させた。日本社会党はドイブームなどにより一時的に勢力を回復したが、やがて長期低落傾向に服する。自由民主党の失墜と、それにとって変わる実力を持たない日本社会党の不信は体制への不満と無力感を著しく高め、無党派層、そして政治そのものへの無関心層の増大を生んだ。さらには、 1988年のリクルート事件や1992年の東京佐川急便事件により国民の政治不信が頂点に達する。これに対し海部内閣、宮沢内閣が政治改革関連法案を提出するが、いずれも最終的に廃案となった。そして宮沢内閣の政治改革関連法案の廃案に反発した自由民主党議員が大量に離党。 羽根が務む小沢一郎らによる新政党や竹村正義らによる新党先駆けが決闘されるに至った。その結果、内閣不信任決議可決による衆議院解散を受けた1993年の総選挙で自由民主党は大幅に過半数を割り込む結果となった。また、日本社会党も惨敗した。それに対し、自由民主党離党者による新政党、 新党先駆け、細川森弘率いる日本新党が躍進し、新党ブームを巻き起こした。総選挙前に連立協議をしていた、新政党、日本社会党、公明党、民社党、社会民主連合は、日本新党の細川を首相とすることで合意し、自由民主党との連携を模索していた日本新党、新党先駆けがこれを受諾し、 1993年8月9日に細川内閣が成立し自由民主党は初めて野党に移行した。これをもって38年間にわたって続いた55年体制は崩壊した。ただし55年体制の定義の差により体制終了の時期には他に諸説もある。一般的には 上記の細川政権が発足した1993年8月9日をもって崩壊とするが自民党と社会党が連立して自社差連立政権が発足した1994年6月衆議院第2党が社会党に変わり新進党となった1994年12月も挙げられることがあるいずれにせよこの時期以降 戦後長らく続いてきた政治体制は大きく変わっていくことになる。ありがとうございます。